早く目覚ましが待ってもそういつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたり皆さんこんにちは、シニアのための弾き語り講座ギターで歌おうチャンネルです。今回はですね、デイドリームビリーバーの日本語版ですね、今和の清志郎さんがボーカルで歌った歌に挑戦したいと思います。それではまたイントロと1番をですね私の方で演奏して、それから曲について解説したいと思います。よろしくお願いします。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴ってもそういつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたり曲について弾き方等についてですね解説いたします。まずオリジナルキーがこれ G です。今回オリジナル通りですね G でそのままのカポなしで演奏したいと思います。使用されているコードはですね基調音である G、と DAm と Bm と C と Em とあと Am7 と D7それと D7 の sus4 はい、以上のですね、10種類のコードが、使用されています。右手はですね今回、ストロークでストロークの定番で今回行きたいと思います。で、3拍目と7拍目ですねにちょっとアクセントを置いて、1、2、1、2、3、4、5ですね。
ですね、ハイコードのですね、これは、押さえ方は D と一緒ですけど G ですね。D E F G ということで、D の押さえ方をですねしたまま、音をですね G まで上げて、これ D ですね。これ G になります。1弦と3弦が7フレット目で、2弦が8フレットで、1弦と2弦をですねピックで同時に弾いて、3弦をこうこっちで折り返してダウン、アップダウン、アップダウンで、次がこうですね、1弦が5フレット、2弦と3弦が7フレットですね。これはD ですね。D のハイコードですね。A、B、C、D。D ですね。D のハイコード。これをですね、全部こう制覇して押さえないで、ここだけ省略して。本当はこのまま、ボーイってやった方がいいんですけど、ちょっと歌の方が手薄になっちゃうんで、リズムから、ボーイ、今は彼女はどこにもいない、朝早く目覚ましが鳴ってもそういつも彼女と暮らしてきたよ、喧嘩したり仲直りしたり、これ G を押さえながらです。Baby
とこう、だから意外とこう、このチェンジがこう、ということでですね、あと、まあ、軽快な歌ですので、軽快にですね、歌うということでいいと思います。それではイントロから、最後までですね、通しで歌ってみたいと思います。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。